ではですね、これね、裏で作業してた時なんですけれども、図鑑埋めでね、なんとね、野生の色違いのコダックを見つけたんですよ。なのでね、それをね、ゲットする様子からお見せしようと思います。ちょっとね、マスキッパでめっちゃ狙われたんですけれども、後ろからね、メガトンボール当てて、ゲットできました。もう、マスキッパが本当にね、攻撃してきて大変だったんですけれどもね、いや、よかったですよ、一発でゲット。そう、なんか、サブストーリーとか依頼でね、色違いのポニータはゲットしたんですけども、あれ以来ですね、色違いは。で、それからね、と同じ日に、色違いのノゼリアも見つけました。これも野生ですね。特に群れとかではなくって。で、こっちはね、バトルをしなきゃゲットできない状況だったので、バトルをしました。そう、ハイパーボールで一発で捕まえようとしてますが。いけるかな？ちょっとなんか色違いのポケモンね、逃げそうな感じがして怖かったんですけどもね、こちらも1回で捕まえることができて、で、今色違いのポケモン3匹いる感じかな。ロゼリアの色違い綺麗ですよね。なんかちょっとダークな感じがね、黒いバラがいいですよね。はい、じゃあ、ポケモン大発生の、事件のですね、続きですね。そこからやっていこうと思うんですけれども、色違いね、見つけたんですよ。もうめちゃめちゃテンション上がりましたね。コダックとロゼリアかな、の2匹だったんですけれども、なんかね、今ね、ポケモン図鑑を、頑張って読めてて、で、今214匹まで来たんですけれども、それでね、ポケモン探してる時にね、偶然見つけたんですよ。なんか特に群れとかその中にいたわけじゃなくて、普通にね、歩いてた時に野生としていました、二人とも。なんかキラキラのね、エフェクトがかかってるのでね、わかりやすかったですね。はい、ということで、あ、どうしよう。じゃあ先にね、そろそろこれやるわ、これ。そう、パチリスとバトルするやつね。はい。ちょっと待って、パチリス声でいいのかな？え、声をかけてくれてどういうことだ？パチリス一応いるんだけどな。あ、パチリスだけか。なるほど。ちょっとね、サブストーリー、まあ、依頼がね、結構溜まってるから、ちょっとそれやるか。久しぶりに。ちょっと待ってね。あ、そう、ガブリアスをパーティーに入れました。ガブリアスね、レベル上げするのにすごいよくって、訓練場でレベル上げするんですけども、そこでね、親分、ガブリアスなんですけれども、レベル85というね、めちゃめちゃ高いレベルでね、ゲットできる上にね、技もいろいろ覚えるので、いいなって思って、今、ガブリアスパーティーに入れてね、主力としてめちゃめちゃ動いてくれてます。はい、じゃあ行こう。え、リングマト？はい。はい。え、レベルいくつよ？一応ね、このパチリス、親分なんですけれどもね。親分パチリス。あ、レベル3じゃいけそうな気がするの。ちょっとじゃあ、まずは電磁波で、いい。切らせて、ね、そこ、おー、大丈夫か、これは。スパーク。つぶらない瞳？あー、これ、攻撃下がるのか、やだね。パーク、どう？あー、残っ、おー、違う、嘘！おー、危なっ。あー、勝てましたー。ちょっとヒヤッとしたわ。はいはい。パチリスもはつらつとして戦いを恐れてる感じはしなかった。君の指示もパチリスをよく理解して、あ、そうですかね。ありがとうございます。パチ、あ、ようやくクリアしたわ。これもね、ずっと保留していた依頼の一つだったんですよね。ちょっとポケモン戻そう。ポケモン、はい、もうパチリスはもういいね。あ、そっか、君はいないとダメ。もうレベル91まで行ってますからね。ね、大変だったトゲキストにするの。トゲピーがさ、なかなか懐かなくってさ、まあ、なんかずっと控えに入れてて、で、それでレベル上がっていくって感じだったんですけど、レベル65でね、ようやくトゲチックに進化したって感じでしたね。大ニューラは、鋭い爪を持たせて昼間にね、ニューラに持たせて昼間に、進化でしたね。
そう、あとはウィンディはね、簡単だ。ガーディーか、普通に炎の石ですね。そう、これね、ロゼリアよ、色違い。そう、なんか色違いの方がなんか好きかも、色の組み合わせ。はい。って感じで、あとね、イダイトーとかね、割となんか特殊な進化する、ポケモンとかもいてね、なんか早技で特定の技20回出せとかね。そこ、ハリーマンとかもそうでした。はい。そういうの面白いなって思いましたね。特殊な進化。そう、あと、怪ししもそうでしたね。なんか特定の技を、なんか力技とか早技で20回出せって。そしたら進化するってやつでしたね。よし。あ、そう、あとね、コダックね。そう、一番最初なんかこう、野生で見つけた色違い、コダックっていうのがちょっと何とも私らしいなって感じなんですけれども。で、じゃあ次行くか、ちょっと溜まってるんだよな。とか、両手に鎌を持ったポケモン、これなんだろう？バサギリかな？ちょっと行ってみますね、これね。両手に鎌を持ったポケモンを連れてきてくれたみたいね。あ、やっぱりね、ストライクでした。はい。なので、ストライクを見せると。実に切れ味のすごそうな鎌だ。これね、あっという間に終わるぞ。見てごらん。この島にはハマナスの花が咲いているだろう。僕はこの美しい花をね、一つ残らず刈り取らねばならない。これまで一人で花を刈り続けてきたんだけど、ストライクが手伝ってくれたらきっと楽だろうなと考えていたんだ。いいんですか？妻に言われたの、ハマナスの花に囲まれて暮らしたいと。だからその夢を叶えるために、ここにある花を全部刈り取って彼女にプレゼントするんだ。おい、それ、待て。そうか、そうだったか。また僕はとんでもない勘違いを。そうそう。島の花の種を持ち帰って妻と一緒に育ててみるよ。まあ、愛妻家なんですね。あ、そうだ、このね、兄弟の依頼、やりました。パラスに襲われてたんですよね、ミオさんが。で、それを助けたところです。今回ポケモンに襲われていたと聞いて、肝を冷やしたら、そう、パラス3匹に襲われていたところを倒しまし、あの、助けたんですよね。まだありそうだな。星のかけら、いや、お金なんか嬉しいですけどもね。じゃ、依頼、ちょっと、ピッピのお月見会。はい。もう一個あるな。真っ白ロコンの雪隠れ。お！アローラロコンか。おー。アローラロコン白くて可愛いよね。では、ピッピの踊り、果たして。わしのふるさとでは満月の夜、ピッピたちが踊っていたんじゃ。翡翠地方にもピッピがいると聞いてな。これ関東地方ですよね、きっとね。もしやこの地で戻るのではないかと。フェアリーの泉にピッピがおると聞いた。翡翠の地でもピッピを踊るのか調べてきとくれ。そう、ピッピいたね。もうね、ゲットしたんですけれども。ピーがね、なかなか出てこなくってね、めちゃめちゃなんか村と行き来してました。そしたらなんかね、親分のピーちゃんが出てね。で、それゲットしたんですけども、赤ちゃんポケモンってなかなかレアなんですね。君を待っていた。ケオケオたちが遊びに出たきり帰ってこないんだ。探す手伝いをしてくれ。ケオケオとは。故郷のアローラでアロコンをケオケオ。あれ？そうだったっけ？え、お前は遊びに行かなかったのか。かわいい。この子がアローラのロコンさ、雪に溶け込む白だろう。一人で探すと難儀でね。まだあと5匹帰ってこないんだ。ロコンたちは雪崩坂のあたりで遊んでるはず。探し出し帰ってくるよ。伝えてくれ。はい。さて、じゃあもう一つ依頼を受けます。あ、ムーさんですよね。ヨネさんから話を聞いています。今回お願いしたいことについて早速説明しますね。小さな頃、黒曜の原野で迷子になったことがあるんです。途方に暮れ、泣きながら歩いてると綺麗な花畑にたどり着き、そこで見たこともないポケモンと出会いました。その子は迷子の私に花をくれよと導くように歩き出して、おかげで私は無事に帰ってくることができたんです。もう一度ポケモンに会って、あの時言えなかったありがとうをちゃんと伝えたい。でもその花畑が見つからなくて、あなたに探してほしいんです。手がかりはこれだけですが。ああ、これシェイミじゃん。グラシデアの花。
あの子がくれた花と同じものでグラシデアの花と言います。お願いです。黒曜の原野にあるグラシデアの花畑を見つけてください。へえ、これやるか。ね。そこありがとう伝えたいってやつなんですけど。あ、ごめん、とりあえずね、あのね、依頼受けますわ、全部。どうやね、シェイムとかね、その他、伝説のポケモンについてはね、特殊ムービーが流れるそうなので、ちょっとね、今回やるか次回以降にするかって感じかな。あ、つかごろが来た黒いポケモン見当たらない。夜になったらまた来てみる。なんだ。何の依頼だ？あ、これか。夜にだけ現れる謎の黒いポケモン。ここね。気になるやん。気になるやん。ちょっと、夜にしてみっか。夜。これも伝説のポケモンだったりしてな。誰だろう？ギラティナ？かな？行ってみるぜ。ちょっとこれだけやってね、大発生やろう。どこだ？こっちか。いてて！あ、やばい！おー、危ねえ！でもなんかさ、ポケモン図鑑運命やってたらさ、なんか時間あっという間なんだよね。楽しいですわ。いや、さすがに完成までは無理だからね、埋めて終わりにしようかなって思ってるんですけど、あ！君なんだっけ？やばい、名前が出てこない。おー、ゴーストのね。あ、そう、ダークライだ、ダークライ。あ、ちょっと待って。あ、闇の石ゲット。は？どうすればいいんじゃい？ダークライさん？ダークライさん？あれ、ポケモンバトルにならんのだが。あ、ここに出るか。あ、普通にボール当てればいいのかな、これ。ないお、入ったか。うそーん、バトルしたいんだけどな。寝ちゃう。よくない。やばい、死ぬ。あぶねー。なりました、ようやく。レベル70か、ダークライ。お、いいね。さ、黄色で入るか、ボール。あ、やったー。おー、やったぜ。素晴らしい。これでみんな安心だね。そうさ、これ以上犠牲者はいらないんだ。それじゃあ僕は帰るとしよう。君のことは一生忘れないよ。それじゃあ。おー、ということで真っ暗な悪夢でございました。あー、よかった、ゲットできて。よし。ちょっとあれだなー、ちょっと今日サブイベントやるか。ね、色違いもゲットできたことだし。ということでね、じゃあピッピのお月見会やろうかな。そう、ここなんですよ、ピッピがやるところ。ここにね、親分ピクシーもいるんですよ、ここ。さて、この辺かな？どうすればいいんだ？イベント。あ？調べる。あ、満月が出る項にまた来よう。え？あ、満月か。なるほどね。
ではイベントやっていきましょうか。満月の夜にしてきました。ピッピッこう大きさ、一番左が一番ちっちゃくて可愛いね。ピッピ。ピッ。え、懐かしい。なんか初代思い出すわ。こういうイベントあったもんね。さ、なんかさ、ピッピたちがさ、取り囲んでた岩のところにさ、月の石があってさ、ってちょっと思い出したな。よし、じゃあこれで報告しましょうか。あ、なんかあるぞ。キラッとしてる。なんだろう、あれは。月の石かな？あ、やっぱり！よし。ちょっとさ、親分ピクシーちょっと倒してくわ、これ。あ、また、この人。また妹どっか行ったのか。ミオがこっそり出かけたっきり帰ってこないんだ。寒さ対策をしていたから純白の塔だいたんだと思う。仕事ではないみたいだけど、なんだってあんな危ない場所に。ガチグマと君の力を借りたいんだ。ミオ、愛用の手拭いを手がかりに探し出してくれ。はい。今度は塔だね。今度お兄ちゃんも行くんだ。気をつけてくださいね。塔だ、危ないですからね。あ、先輩探してたんです。あれ？え、兄さんが純白の塔だに、コリンクに追いかけられたトラウマで、ゲンヤにさは出かけない兄さんが。早く探しに行かないと先輩力を貸してください。まさかの、今度お兄ちゃんね。ピッピの人は、この人か。なんと、翡翠のうちでもピッピ踊っておったか。大層愛らしい光景だったじゃろ。わしも見に行かんとな。はい。ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと思います。はい。じゃあ、次回は、あれだね。大発生やりたいですね。じゃあお疲れ様です。